広瀬斎平広瀬斎平大正3年1月31日は、初代住友総理人である、明治期の大阪財界の大建物。以下は、16位、君四等。新居浜市広瀬歴史記念館の銅像、広瀬斎平は、大見国安郡八夫村の旧家、北脇家の次男として生まれた。陽名、駒之助、維新後は、斎平と改名した。九歳の時、 別紙銅山の支配人をしていたおじの北脇自衛門に連れられて別紙に移り、11歳の時に別紙銅山二方向に上がった。1855年、課長、住友吉左衛門の推薦で、元住友江戸店の支配法であった、伊予国新居軍、金子村久保田の広瀬義衛門の養子となる。1865年、別紙銅山の近代化を訴えた再兵は、課長により、 別紙銅山の総支配人に抜擢される。住友としては、異例の人事であった。明治維新の際には、別紙銅山を接収しようとした、新政府代表の川田小一郎に対し、銅山経営を経験のない者に任せると、利益なく国家の大損失となると、経営を引き続き、住友に任せるよう説得しこれを認めさせた。さらに、フランスのギシラロックを招いて、主導を仰ぎ、 部下をフランスに留学させて、西洋技術を学ばせ、近代化を達成。たった4年で鉄道を開通させた。こうして、住友の基盤を守り発展させ、その後は別種道山で製鉄も始めたが、公害問題が生じ、農民の不満を募らせた。また、西平の住友への貢献は、住友の火星改革を断行したことでもある。1877年2月、 住友屋第十二代課長、吉左衛門友屋は、病気のため再平を、総理大臣に指名した。総理大臣は、商法上一切の事務を総括して、あまた雇い人を投御する権限を持つとされたから、再平は、住友家の経営権限を異常されたことになった。同時にそれは、再平の独裁性が強まったことを意味するものであった。しかし、 独裁的な権限を手中にするようになった再平に、対しては、住友内部から批判の声が起こるようになった。その停留には、別紙の近代化はさておき、再平のリーダーシップにより展開した事業の成績が、芳しくなかったこと、それに対して内部から強かった、銀行設立の要望に、広瀬が固くなであったことなど事業戦略上の批判があった。 また、住人局での抗議制を骨抜きにし、広瀬独裁体制を追認する、要加法改革を断行したことに対する不満もあった。こうした厳しい局面を迎えて、蔡平は自ら退信する決意を固め辞表を提出し、1894年11月、総理任を辞任した。1914年1月31日、85歳で即居。 住友家の菩提寺である大阪市天王寺区上本町4丁目にの35の実装寺に葬られたが、後には大阪メトロ谷町線の切れ売割駅と出戸駅の間にある大阪市営売割霊園にも分割された。この霊園の墓石は長男である広瀬光成が建立した。なお、万忠氏は愛媛県で農業経営を行い実業家として活躍し、後には 貴族員多額納税者議員となった。ありがとうございます。